今日は三浦さん、はい、特にこの会場お客さんが多いですね。いや盛り上がってますね。やはりですね、昔からの、そのアルペン選手からのファン、そしてスキークロスファン、フリースタイルファン、もうここに一堂に集まっている、いわばもうスキーの中のお祭りですね。そうですね、はい、このお天気と、そしてこの人気、そしてこの元気な選手たちの戦いです。さあいよいよこの準々決勝が始まります。ブルービブはフィンランドのペリーネン、世界選手権の第2位、そしてエリン・ノルベリ、ワールドカップ総合現在1位、こちらグリーンビブがスイスのニーデラー。今日はアルペンホルンの応援も訪れています。イエロービブがコロトコフ、地元ロシア、多くのロシアの旗が振られています。ロシア選手権3度制覇のチャンピオン。まあ、この戦いはですね、もう先ほどニーデラー選手ですね、参加選手の中で一番、ね、あの体格的には恵まれてないんですけれども、はい、僕は彼のことを忍者的と言ってるんですけどね、はい、そして王者のエーリン・ノルペリですね、はい、この2人にちょっと注目したいなと思います。真ん中の2人がその2人です。そうですね、さあスタートだ。ホールショットを決めるのは誰か。おっと、だって、おお、出てきたのはコロトコフ、地元ロシア。おお、出てきましたね。エーリン・ノルベリも並んでいる。やはり地元の利があるんですかね。あ、しかしインコースにはペリーネンがいます。この後のカーブは右になります。バンク、コロトコフが先頭、地元、そしてペリーネンが第2位です。そしてそのインコースですね、ニーデラーがアウトから上がってくる。ここは2位争いはどうか。2位3位争いです。もう前に出る、ニーデラー入ってきた。まだサイドバイサイド、あっと、あ、ここでちょっとその隙をついてエーリン・ノルベリが来た。うまい、エーリン・ノルベリー。先頭のコロトコフもここです、捉えた。ここで1位が変わりましたね。エーリン・ノルベリが3位から一気にこれ先頭に変わりました。コロトコフが第2位。いや、さすがエーリン・ノルベリ、うまいですね。去年のワールドカップソチ大会の優勝、このコースを知り尽くしています。逆バンクを回って、そしてこの下りのジャンプ、ああいう密着状態でも抜いてくるっていうのが、やはりそのベテラン、そして落ち着いて見れるこの判断力ですね。さあ最後のビッグジャンプを迎えます。エーリン・ノルベリー、コロトコフ第3、エーリン・ノルベリー、あー、転んだ。なんとニードラ後ろからさっと抜いてきた。さすが忍者、抜き足、差し足、忍び足、いつの間にかニーデラー、いつの間にか2位に。何か巻いてたんですかね。いやすごいな。2着誰でした。全員転びました。はい、全員転びました。全員転んだ。この巨大なジャンプ、ニーデラーは1人も1人だけ抜けてきましたね。いやこれがあるから最後まで目を離せない。この選手の心境どうですか。今もう唖然としてますよね。誰のせいだとかいうわけじゃなくて、なんでこのジャンプは大きいんだっていうことですよね、これね。はあ、いやいやいや、すごい。 This is スキークロスですね。 This is スキークロス。いや、これがあるんです。ですからですね、はい、このコースのセッティングで最後にこの巨大なジャンプ台をセッティングしたというのは、はい、ある意味大きな意味がありましたね。まずここでコロトコフが先頭、はい、その後ろで赤がエーリン・ノルベリー、あり青がペリーネン、はい、接触がありました。そしてここでもね、ニーデラーね、バランス崩して最一番後ろにいるんですよね、はい、でもよく見てましたよね。ニーデラーもしここで他の選手に巻き込まれたら大事故でしたよ。赤の上はニーデラーが一番後ろにいます、はい、そうですね、今3位の選手です。ここで先頭のエーリン・ノルベリーが、ノルベリーがバランス崩して転ぶ、転ぶ。そして2位のコロトフが巻き込まれる、そしてニーデラーがちゃっかり横を避けてくるという、そしてなぜかペリーネンも転んでいる。あ、転びながらゴールしましたね。いや、先頭エリン・ノルベリー、あ、転んだ、転んで、コロトコフ転んで、誰がラインをこぐった、ペリーネン、ペリーネンが転びながらこぐってる。さあこのスライディングフィニッシュは誰か。なかなか見ないですよこの光景。ちょっとこれフリー、あ、すごい、手を伸ばしてる。いや、ペリーネンですか。いやこれですね、はい、今ものすごい場内が沸いてますけど、はい、コロトコフなんですね。コロトコフ、地元ロシアのコロトコフがスライディングフィニッシュを決めました。いや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 、これはですね、宮野さん、スキークロス史上でもなかなか見ない3人の
フォトフィニッシュ、ま、全員転んだ状態、まあ、ドラマ以上になんかアニメ的でしたよね今のは。これはもう今回のソチオリンピックの名場面にも残るかもしれないという、はい、いや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 目離せないですねこれ最後まで。地元ロシアのコロトコフ勝ち上がりました。そしてスイスのニーデラーです。